こんにちは、フリント船長です。今回は、2023年6月に、カナダで起きた、飼ーク教指導者の殺害事件について、お話ししたいと思います。カナダとインドが対立してる事件ね。カナダのトルドー首相が、殺害にインド政府が関与した、との見方を示したので、インドが反発し、両国の関係が悪化しています。殺害事件についてお話しする前に、まずは、飼ーク教について、ざっくりとご説明します。了解。 シーク教がわからないと事件の背景がわからないものねシーク教はキリスト教、イスラム教、ヒンズー教、グッについて世界で5番目に信者の多い宗教で約2400万人の信者がいますシーク教ってもっとマイナーな宗教だと思ってたわ2400万人の信者の大半はインド国内にいるのですがインドの人口の2%に満たないのでマイノリティには違いないですね2400万人って 日本だったら人口の2割だけどね。陰教として、欧米諸国や東南アジアで暮らす、飼ーク教徒も多く、少数ですが、日本にもコミュニティが存在します。飼ーク教徒の外見的な特徴は、ターバンと髭です。インドの人は、みんなターバンを巻いてるんじゃないの誤解されることが多いのですが、インドでターバンを巻いているのは、主として飼ーク教徒で、大多数のインド人は、ターバンを巻いていません。飼ーク教では、自然の進んでいく道を、阻んではならない。 という教えがあり、そのため、髪が髭を切ることを禁じられているので、伸ばした髪の毛を保護するために、布製のターバンを巻いているのです。以前アップした動画、海外駐在員ゴルフ事情、ってお話しした通り、私は、インドに駐在している時は、毎週末ゴルフをしていたのですが、ゴルフ場のシャワールームで、ターバンを外して、床につくほどに伸びた髪を洗っているインド人を、時々見かけました。ちょっと不気味ね。人によっては、ターバンの上にサンバイザーをちょこんと乗っけて、 ゴルフをしていました。それで日よけになるのかしら最近は、古い戒律に従わないシーク教徒も増えているようで、ターバンをしているのに髭がなかったり、あっても綺麗に刈り揃えられていたりします。ターバンをしないシーク教徒も増えているようですが、そうなると、会見ではシーク教徒かどうかわかりませんね。ターバンの上から帽子をかぶることができないので、インドの軍装では、軍防に代わる、正式ターバンが定められています。また、40万人以上のシーク教徒がいる英国では、 自動二輪運転時のヘルメット着用義務を免除されているそうです。日本では免除されてないからターバンを巻いているシーク教徒はバイクには乗れないわね。ターバンを巻いていることから米国ではイスラム教徒と間違われる殺人事件がたびたび起きています。よく見れば巻き方が全然違うんですけどね。それ以前にイスラム教徒を襲うこと自体が問題よね。 15世紀末のシーク強制率時から、裕福で教育水準の高い層の経営が多かったことから、イギリス統治時代のインドでは、管理や軍人として登用されるなど、社会的に活躍する人材を多く輩出しました。その系譜に連なるのが、第17代インド首相の、マンモハンシンです。マイノリティのシーク教徒が、首相をやってたのね。インド独立以来、ヒンズー教徒以外が首相に就任したのは、マンモハンシンが初めてでした。さてここからは、 カナダの殺害事件についてご説明します。シーク教の指導者、ハーディーク、シン、ニジャール氏が、2023年6月18日、カナダバンクーバー郊外のサリー市で、覆面の2人組によって射殺されました。ニジャール氏は、インド北部パンジャブ州に、シーク教との独立国家、カリスタンを樹立することを目指す。カリスタンタイガーフォースという組織のリーダーで、インド政府は2020年に、ニジャール氏をテロリストに指定していました。タイガーフォースって、 いかにもテロリストっぽい名前ね。スリランカに、タミルタイガーっていうのもありましたね。ニジャール氏は、カナダのインド総領事館などに、大掛かりなデモを仕掛け、集会で、キルインディアのスローガンを掲げて、アジ演説を行っていました。う騒いなスローガンね。シーク教徒の独立を目指す、カリスタン運動の起源は、英国植民地時代のインドに遡ります。昔からあったのね。ここでざっと、シーク教の歴史を振り返ってみたいと思います。 シーク教は、15世紀末に、グルナーナクが、インドで始めた宗教です。グルって、ア原将校が使ってた尊称ね。グルは、サンスクリット語で、死、指導者、教師、尊敬すべき人物、などを意味する言葉です。オウム神理教は、ヨガ道場、オウムの会、が始まりですから、インドの影響を受けていたのでしょうね。グルナーナクは、神の前に万人は平等である、として、ヒンズー教とイスラム教の要素を、 統合した教えを展開しました。イスラム教と同じく、一心教で偶像崇拝を禁じていますが、一方で、ヒンズー教の輪廻転生も認めています。シーク教は、ガンジャブ地方を中心に、北インド一帯へ広がっていきました。当時この地域は、イスラム教のムガル帝国領でしたが、第三大君主はクバル大帝は、宗教に寛容だったのです。1574年には、ガンジャブ地方中心部の都市ラームダースクル、現在のアムリトサルで、聖地、 オ金ゴンジーンの建設を開始しました。オ金ゴンジーンは1604年に完成し、聖典、アーディグラント、が置かれました。ところが、1605年に、アクバル大帝が死去すると、ムガル帝国は、シーク教徒への弾圧を強めていきます。シーク教徒は、ムガル帝国への抵抗を続け、ムガル帝国の衰退に伴って、バンジャブ地方に、12のシーク教の小国家軍を成立させます。この小国家軍は、シーク連合体と呼ばれる、 緩やかな政治連合を形成していました。小国家の一つであるスケルチャキアミスルの首長だったランジートシンが、1801年に小国家軍を統一し、首都ラホールに定めて、シーク教国を建国しました。昔はシーク教徒の国があったんだ。しかし、1839年にランジートシンが死亡すると、後継者争いが勃発します。その混乱に乗じて、英国が介入して、最終的にシーク教国を滅ぼして営業とします。 なんか英国が一番のあるものみたいな感じね。第二次大戦後に、インドが英国から独立するに際して、バンジャブ地方とベンガル地方のイスラム教徒は、分離独立してパキスタンとなったのですが、バンジャブ地方のシーク教徒は、分離せずに、ヒンズー教徒と,と共にインドに残ります。このインドとパキスタンの分離独立の経緯については、以前アップした動画、ロシアとインド、インドはなぜロシアを構う、って、触れていますので、興味のある方はご参照ください。 英国がインド独立運動の宗教的分断を図ったことが、後の分離独立という悲劇の原因となった、という経緯についても説明しています。やっぱり英国が悪者なのね。ちなみに、シーク教国の首都だったラホールは、分離独立の際に、パキスタン側に含まれました。現在は、パキスタン第二の都市で、ホンダの四輪工場があります。でもシーク教徒は、なんで分離独立の時に、カリスタンを建国しなかったの 当時のパンジャブ地方において、飼育教徒は少数派だったからです。今は違うのパンジャブ地方は、インドとパキスタンに分割されたため、インド側のイスラム教徒はパキスタンへ、逆に、パキスタン側のヒンズー教徒及びシーク教徒はインドへ、それぞれ強制的に移住させられた結果、インド側のパンジャブ州では、シーク教徒が35%を占めるようになったのです。それでも50%にはならないんだ。さらに、1966年に、旧パンジャブ州は、 ヒンズー教徒が多数を占める、東部のハリアナ州と、シーク教徒が下半を占める、西部の新パンジャブ州へと、分割されました。なので、現在のパンジャブ州では、人口の6割がシーク教徒です。それなら独立運動も踏に落ちるわね。余談ですが、パンジャブ州から分離したハリアナ州は、ニューデリーに隣接しており、州内の都市であるグルカオンは、ニューデリーの衛生都市として、急速に発展しています。グルカオンには、スズキやホンダの工場もあります。 私がメンバーシップを持っていたクラシックゴルフガールのもグルカオンです。私がニューデリーに駐在していた1999年から2001年当時もグルカオンにぽつぽつとホテル建設等が始まっていたのですが現在では高層ビルが林立する大都会になっており多くの日本人駐在員が住んでいます。さて英国から独立したインドの初代首相ネルーは多数の宗教を共存させる姿勢をとって政教分離を国是として掲げました。そのため 少数派の飼育ク教徒が迫害されるようなことはなかったのですが、これは一方で、宗教上の理由での分離運動を認めないことを意味したため、独立や自治権の拡大を望んだ一部の飼育ク教徒とは、対立することとなりました。1970年代後半には、急進派宗教指導者である、ジャルネイル、シン、ィンドラン・アレが対等して、飼育分離主義が過激化します。1980年代に入ると、飼育分離主義過激派は、反対派に対するテロを頻発させるようになり、 パンジャブ州の治安が悪化します。これに対応するために、インド政府は1983年10月に、パンジャブ州を州政府から大統領直接統治下に移すのですが、情勢は好転しませんでした。1984年、シーク教徒の聖地、オルゴン寺院に立てこもる、インドランアレと過激派の排除を目的として、インド政府軍を投入して、ブルースター作戦を決行し、インドランアレを殺害します。作戦は、戦車や装甲車両を含む、 インド軍部隊により実行され、巡礼者で、黄金寺院が満員だったことから、過激派に関係のない一般市民にも、多くの犠牲が出ました。インドンはれを殺害したことにより、ブルースター作戦は、軍事的には成功と考えられますが、政治的には大失敗でした。多くのシー教徒が、抗議のために、軍隊その他の公共機関を辞職し、国外のシー教徒も大混乱となります。聖地、黄金寺院を冒徳した、として、 復讐を誓うシーク教徒が多く現れたことで、かえって軍備主義過激派を増やしてしまったのです。聖地を攻撃したのはまずかったわね。ブルースター作戦の実行を軍に指示したインディラガンジー首相は、その4ヶ月後に、2人のシーク教徒警護警官による、銃撃を受けて暗殺されます。自分のボディーガードに撃たれちゃったのもともとは、過激派でもなんでもなかった公務員が、ブルースター作戦のために、復讐に燃えてしまったのでしょうね。 その後もテロの連鎖は続き、1985年には、シーク教徒による、エアインディア182便爆破事件が起きます。カナダ・トロントから、モントリオールとロンドン・ヒースローを経由して、インドムンバイへ向かう予定だった、エアインディアのジャンボジェットが、北大西洋上で墜落しました。シーク教過激派が、同期に搭載された手荷物の中に仕掛けた、爆弾が爆発したのが原因でした。このテロ事件における犠牲者は、329名にも上りました。これは、 2001年に米国同時多発テロ事件によって記録が更新されるまで単独のテロ事件の犠牲者数としては最多でした。また同じ日に成田空港でトロントからバンクーバー経由で到着したエアカナダ3便からムンバイ行きエアインディア301便に積み替えようとしていた手荷物が爆発して作業員2名が死亡し4名が重傷を負いました。日本人の犠牲者もいるんだ。犯人は エアインディア301便を爆破するつもりだったのですが、次元爆弾の時間設定を誤ったということです。この2つの爆弾は4日前にバンクーバーで航空券を現金で購入し、手荷物を預けておきながら、実際には登場しなかった同名の乗客の手荷物に含まれていたことが判明しました。バンクーバーで手荷物を預けたっていうことは、1985年のテロ事件と、今回のバンクーバー郊外のシーク教指導者殺害事件が、 関係あるってことかしらそもそも空港側は、搭乗していない乗客の手荷物を、旅客機に搭載するという、規則違反を犯していました。搭乗していない乗客の手荷物は、テロを防ぐために、必ず降ろさなければなりません。また、トロント空港の X 線検査機が故障しており、手動検査機を使っていたのですが、操作及予備機能に欠陥があったために、爆弾を見過ごしたとのことでした。なんかボロボロね。当時は現在に比べると、 テロへの警戒が緩かったのだと思いますが、こうした不手際さえなければ、惨事を水際で防げたでしょうから、残念ですね。それで、犯人は捕まったの成田空港における爆発事件については、犯人は1988年に、イギリスで逮捕されて、カナダに引き渡され、カナダの法廷は1991年に、懲役10年を宣告しました。一方のエアインディア182便事件では、1992年に、被疑者に名がインドムンバイで、 察との銃撃戦で死亡しましまた。カナダでは2000年にエアインディア182便事件に関与した容疑で、さらに2名が逮捕されましたが、2005年に証拠不十分で無罪の評決が出されました。なお、無罪となった2名のうちの一人である、ビクダマン、シン、マリクモト被告は、2022年7月に、カナダ西部グリティッシュコロンビア州で何者かに射殺されました。証拠不十分で無罪になった2名のうちのもう一人が、今回殺害された。 ハーディーク、シン、ニジャール氏なのもう一人は、アジャイブ、シン、バグリ、という名前なので、別人のようです。インド政府が、シーク強制力に対する、バンジャブ州の自治権の拡大を認めるとの、政治的な妥協を行った結果、インド国内では、1990年代に入り、過激派によるテロは鎮静化します。戦術の難もシン氏は、1991年から1996年に、 インド国民会議派のナラシマラオ内閣で財務総を務めています。テロリストが財務大臣になれるわけないもんね。今では、インド国内のシー教徒は、独立国カリスタン樹立には、極めて消極的です。シー教徒が外国へ移住し、現地のコミュニティが拡大する中で、むしろインド国外でカリスタン運動が高まっている可能性があります。世界で一番カリスタン運動が盛り上がっているのは、カナダかもしれません。 インド国内では盛り上がっていない分離独立運動を、なんでカナダのトルドー首相は擁護するのそれは、カナダの国内政治事情のためです。カナダの会員では、トルドー首相率いる与党自由党は、過半数を下回っており、シーク教徒のジャグミート・シンが率いる、野党第三党の、新民主党の政権協力が、不可欠なのです。大人の事情ってことね。なので、トルドー首相としては、シーク教指導者殺害事件に、インド政府が関与したという情報を、 すするここととがががででできなかかっったたののろが通常であればカナダの肩を持つはずだった米国が態度を明らかにしていませんいつもの米国らしくないじゃない。米国は、対中包囲のウクアットのメンバーであるインドに気を使わざるを得ないのです。また、インドと距離を取ることは、インドをロシアの側に追いやってしまうことにもなりかねませんから、それも問題です。トルドー首相ははしごを外された感じかしら。ミジャール支殺外にインド政府が関与したという情報は、 米国から入手したということですから、トルドー首相としては、割り切れないかもしれませんね。米国としては、公表しない前提でカナダに伝えたのに、それをトルドー首相が公けにしてしまった、ということかもしれませんが。さて今回の、カナダで起きた、飼ー教指導者殺害事件についてのお話は、ここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。今日の世界では、インドのプレゼンスがどんどん大きくなっています。同時に、 隠居と呼ばれる人々のプレゼンスも大きくなっていると思います。これからの世界は、インドよび隠居にリードされることになりそうです。これからの世界をリードしていきそうなインド人の列伝について、機会を改めてお話ししたいと思います。それではまた。